オランダで起きた牛疫の感染爆発、南アフリカで起きた牛疫の被害。1887年にイタリア軍がエチオピアに持ち込んだ家畜から広がった牛疫はサハラ以南のアフリカ全域に広がった。アフリカの家畜をほぼ全滅させ、飢饉をもたらして多数の死者を出したのみならず、野生動物にも被害を与えた牛疫ウイルス。牛疫は牛疫ウイルスの感染を原因とする偶蹄類の感染症。家畜伝染病予防法における法定伝染病であり、対象動物は牛、水牛、羊、ヤギ、豚、鹿、イノシシ。牛疫の患畜及び疑似患畜は牛肺疫、口蹄疫、アフリカ豚熱の患畜、口蹄疫、アフリカ豚熱の疑似患畜とともに殺処分の義務がある。2010年までに牛疫を世界から撲滅する計画が FAO によって策定され、活動が続いており、2011年に撲滅宣言が発表された。感染症で撲滅宣言がなされたのは1980年の天然痘に次いで2例目であり、人以外の動物では初めて。パラミクソウイルス科、モルビリウイルス属に属する牛疫ウイルスリンダーペストウイルスが原因の感染症。一本鎖の-RNA ウイルスであり、大きさは約150ナノメートル、エンベロープを有する。同属のウイルスとして、犬ジステンパーウイルス及び麻疹ウイルスがある。感染動物の排泄物のしぶきなどに直接接触することで伝播する。感受性のある動物でも種によって、牛でも品種によって感受性に差があり、和牛では感受性が高い。羊やヤギでは感受性は低い。野生動物ではアフリカンバッファロー、エランド、クーズー等で発生が見られることがあった。自然感染に対して最も感受性の高い動物は牛と水牛であり、2から9日の潜伏期の後、突然の41度程度の発熱、食欲減退、鼻臭、口腔内の天井出血や潰瘍が見られ、下痢を示す。その後、脱水症状を示し起立不能となる。発熱から6から12日後の死亡率が高く、第3週まで生存すれば回復する。診断には、ウサギ免疫血清を用いた CF 反応やカンテンゲル拡散法、エライザなどが用いられる。効果的な治療法は存在しない。予防には弱毒性ワクチンが用いられる。ただし、2010年までの根絶計画に基づき、2002年末からはワクチンの接種は中止されている。日本では10万頭分のワクチンを農研機構が製造し、国が備蓄している。ありがとうございます。